さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。さあこのステージでは任天堂スイッチスポーツ親子タッグチャレンジ決勝ステージをお届けいたします。実況 MC 担当します平岩浩介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして進行を務めます久野静香です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあこのステージ、この大会では任天堂スイッチスポーツを使って親子ペアで対戦するというものになっております。ルール見ていきましょう。はい、1対戦につきチャンバラ、バドミントン、バレーボールの3種目で対戦し、2種目以上勝利した親子が勝ち上がります。はい、チャンバラは子供同士、そしてバドミントンは親同士、バレーボールは親子タッグでの対戦となります。優勝ペアにはこちらのトロフィーが贈られます。すごいですね、これもどのステージとも同じね、はい、優勝トロフィーが贈られるという形になっております。はい、でまた優勝した親子ペアには明日の Day2 で行われる良い子のスポーツで挑戦者求む生活ステージで良い子のお二人と対決していただきます。これもいいですよね。これはもう最高ですよね。うん、はい、さあ本日会場内では朝から32組の親子の皆さんによる熾烈な予選が行われてきました。はい、そして予選を勝ち抜いてこの決勝ステージに勝ち進んだのはこちらの4組です。はい、カービーズ、ミラクルミック、おにぎりーず、吉方、はい、この4組が勝ち上がってきたという方になっております。はい、さあどんな、ね、戦い見せてくれるのか楽しみです。さあそれではそれぞれの種目についても見ていきましょう。映像とともにお届けいたします。まずはチャンバラですね。チャンバラは動きを読み合い、隙を見て相手の体に打ち込む格闘スポーツとなっています。刀は3種類から選べ、ジョイコン2本で二刀流も可能です。力を貯めると強力な攻撃をすることもできちゃいます。はい、まあ、攻撃もね今斜め出しましたけど、攻撃を縦斜め横とあって、うんうん、それに合わせたガードを合わせなきゃいけないというね、非常に読み合いとか激しいような反射神経も必要になってくるところですね。そうなんですよね。はい、奥深いねスポーツになってます。はい、さあ続いてまいりましょう。続いてはバドミントンです。はい、バドミントンはネット越しに繰り広げられる激しいラリー戦が魅力のスポーツです。緩急さまざまなショットを打ち分けてスピード感あふれる駆け引きが楽しめます。ネット際を狙うドロップショットなども打つことができちゃいます。そうですね、そのドロップ使ってあとはスマッシュを打って前後の揺さぶりと、はい、あとは左右の、ね、打ち分けも非常に大事になりますので、うん、そのあたりが、ね、しっかり得点に結びつけるかどうかというのがポイントになるかと思います。さあそして3つ目がバレーボールです。バレーボールは2対2のチーム戦で協力して対戦します。はい、サーブ、レシーブ、トス、スパイク、ブロックと仲間と連携してネットの向こう側にボールを運んでいきます。ここはね親子の連携プレー、ここはね、はい、親子両方で参戦する ねタッグのチームワークが試されるところですので、うんうん、まあ、トスがね上がる前にジャンプしてクイックね打ったりとか、まあ、そういう本当にねタイミングが大事になってきますんで。そうですね、協力プレーですね。はい、チームワークね合わせていただければと思います。はい、レシーブをした後にトスの方向を指定することでスパイク時に相手のブロックをかいくぐるブロード攻撃などもできちゃうんですね。そうですね、コードね、うん、広く使うとよりね相手に選択肢をねこう押し付けられるような攻撃できますんで、うん、相手を惑わせてスパイクをね、うん、決めるというところも見られるんじゃないかなというふうに思います。はい、さあこの種目ご紹介できたところでそろそろ参りましょうか。はい、行きましょうか。さあそれでは参りましょう。任天堂スイッチスポーツ親子タッグチャレンジ準決勝です。準決勝第1試合、選手入場。カービズペア、イトッペ選手とリク選手の親子タッグです。よろしくお願いいたします。さあということでちょっとお二人お話聞いていきたいと思います。まずはイトッペさん、予選の戦いはどうでしたか？そうですね、息子が結構チャンバラ勝ってくれたのでかなり助かりました。リク君、お父さんそう言ってますけどチャンバラどうでしたか？楽しかったです。いっぱい勝ちましたか？はい。お父さんはここまで予選はどうでしたか？頑張ってた。ありがとうございます。
準決勝もね頑張っていただければなというふうに思います、はい、お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこちらへお願いいたします。あ、そちらにお願いします。さあ対戦相手の登場です。選手入場。ミラクルミックペア、ボッチャン選手と氷川選手の親子タッグです。よろしくお願いいたします。ボッチャン選手、あの予選から着替えたという話も伺ってるんですけど、どうですか？気合入ってます。気合入ってますね。これも最初から用意してたんですか？いや、もう決勝のために服買いました。あ、じゃあもう相当練習も積まれてきましたか？はい、ありがとうございます。さあそして氷川ちゃん、どうでしたか予選は？全部勝ってたので嬉しかった。たくさん勝てましたか予選は？お父さんの活躍はどうでしたか？一回だけ負けてた。ありがとうございます。じゃあお父さんの方から改めて、準決勝に向けて意気込みを最後にお願いします。優勝します。ありがとうございます。よろしくお願いします。です。それでは対戦台へお願いいたします。さあそれでは我々も席に着きましょうか、はい。気合十分ですね。本当ですね。さあということで予選をね勝ち上がって皆さんね、後方に予選ステージあってね、今もたくさんの人もいらっしゃいますけども、予選を勝ち上がってきた4ペアによる決勝ステージとなっております。まあ、勝てば決勝戦の準決勝2試合をお届けした後、最後はナンバーワンを決める決勝戦というような流れになっております。さあということでチャンバラねたくさん勝ってくれたというそんなお父さんの話もあった。まずはカービーズのリク君でしたが、今ね一瞬映りましたけども、チャンバラはもう全て勝って全勝できています。あ、本当ですね。強いですね。予選ね3連勝だったというところです。うんうん、お父さんを楽させたリク君ですね。ねえ、楽させてね。まあ大事ですかね、1本目勝てるかどうか。さあ最初の1本目、チャンバラはご覧の通り、子供たち2人で戦っていただくという形になっております。さあ準備整ったでしょうか。画面左がリク君、そして右がヒカーちゃんとなっております。さあそれでは準備整ったようです。見ていきましょう。1試合目の種目は子供同士でチャンバラです。画面左リク選手対画面右ヒカー選手の試合です。さあそれでは参りましょう。ラウンド1からのスタート。さあ日本選手で勝利になります。さあもう素振り、リクの素振りが勝ってましたが、まずはラウンド1どちらか取るのか。レディファイト。いやー素早いファイトと同時に入れていきました。オシュ読み合いですね。ちょっと危ないぞリク、危ないところですが、さあヒカが押している。ここは鋭い読み合いでした。まずはピンク側ミラクルミック、ヒカ選手1本取りました。鮮やかでした。さあこのスピード感か。これでミラクルミック、ヒカは王手をかけました。1対0です。日本選手です。後から肩がいきなりブロックから、いやこの読み合いです。ここ一発入れていく、素晴らしい。いやただブロック返されてしまう。ほぼど真ん中戻って押されている。いやここもブロックから押している。あと一歩というところ、すさまじい読み合い。ここはしっかりとミラクルミック氷川選手2連勝で1本取りました。これで1対0とミラクルミックリードです。川選手素晴らしい読み合いでした。本当ですね。ガードを振って相手に打たせるようにして、はい、相手の剣をガードで弾いて一発食らわせるというね、うんうん、そんな読み合い。で今度はガードすると見せかけて自分から打ったりとか、はい、そこがなんか駆け引きがすごいですね。駆け引き深いですね、うん、一方のね、陸選手も予選はね全勝素晴らしい結果であったんですが、ここは惜しくも敗れまして1対0でミラクルミックペアのリードというスタート。次はお父さん同士の対決、バドミントン。最後はタックでバレーボールという親子タックマッチになっています。さあまずはねリク君の
叩きを取れるかというお父さんイトッペ選手。さあ対してボッチャー選手は氷川選手の勝利、そのままいい流れで勝利につなげられるかというところです。いやでも久野さん、やっぱレベルが高いですね。本当ですね、1戦目からかなり緊迫した試合になるんですね。いや読み合いがやっぱすごかったですね、はい、本当にやっぱのガード斜めとか横とか振ってましたけど、振るとどこでどう攻めればいいかっていう選択肢をやっぱ相手に迫ることになるんで、はい、止めて構える選手もいますけど、はい、結構2人ともねこうゆらゆら揺らして、そうですよね、そうですね、ジョイコンをこう、 うまく角度を変えながら調整してましたね。はい、氷川ちゃんは相当ガードの成功率高かったと思いますよ、はい、さっき、うんうん、ほとんどちゃんと弾いてたんで。そうですよね。でそこから相手がねふらついてる間に一発入れるという、うんうんうん、そんな動きですね。氷川ちゃんはちなみにチャージ刀を使ってました。りくくんは普通の刀を使っています。さあそれでは2戦目バドミントンの準備が整ったようです。見ていきましょう。さあ2周目組目は親同士によるバドミントンです。ミラクルミックチームはね決勝戦着替えてジャージでやってきました。多分この予選ステージの方はねしっかりとコートにもなっていました。さあ拍手。さあ画面右側ジャージ鮮やかなグリーン着ていただいているのがミラクルミック、そして T シャツ黒の T シャツがカービズです。まずはカービズサーバーからスマッシュで返していく、右に振るコート際、これもスマッシュで返す、チャンスが来るがこれを返すことができない。1対0リードはボッチャンです。さあこのスマッシュ誘うような形でドロップ、結構高めのボールをうまく使っています。サラリーナルがこれは倒れてしまっていた、強烈なスマッシュ決まって2対05点先取で勝利になります。バドミントンです。スマッシュ決めている、まずは1本返したいカービズ、ここは決まりました、際どいところインです。さあ2対11本返しました、共に一歩も譲りません。スマッシュ、ここも強烈なスマッシュ、ただ左右に振ってくる、チャンスになる、ギギ耐えました、よく戻しました。さあ近い打ち合い、ラリーが終わらない、いやここは入っている、イン追いつきました、イトッペ素晴らしい、2対2のタイです。いやここは早い勝負になりました。さあ3対2、いつもとは違う環境での戦いです。5点先取です。ミラクルミックは初戦氷川ちゃんがチャンバラ勝利を収めています。このまま勝てば決勝進出が決まりますが、そうはさせたくないカービズ、うまく打ってる、チャンス、素晴らしいスマッシュ、チャンスを逃しませんでした。3対3です。いい試合ですね。久野さん白熱してますね。本当ですね、一歩も譲らない戦いが続いてますね。さあ取ればこれで王手をかけます。ミラクルミックはすなわち決勝への王手になりますが、4ポイント目マッチポイントはどちらが取るか、いやスマッシュ後の振りが大きい、もうスマッシュ左に振られる、返している、うわ、さあ距離の近いラリーから正面打ち返して届いている、よく返しました。4対3、長いラリーからボッチャン取り切って王手。さあマッチポイント、そしてこれは2連勝、決勝へのマッチポイントでもあります。スマッシュの後振られている、逆に振っている、それを返している、近いラリーからバックハンドで返している、速いラリー、届くか、届いた、いやただここはスマッシュ見逃しませんでした。大接戦大熱戦でしたが制したのはミラクルミック、ボッチャン選手。
これで2連勝、決勝進出を決めました。おめでとうございます。これでね、試合の勝敗はついたんですけれども、はい、親子チャレンジということですので、親子協力プレーもねご覧いただきたいと思います。3試合目の3種目目のバレーボールも準備をお願いいたします。はい、最後はねタックですから。そうですね、サービスもねここで一矢報いて、うんうん、会場後にできるか、はい、いやでもお父さん同士の戦いめちゃめちゃ熱かったですね。熱かったですね。ラリーあんなに長く続くんですね。いやなかなかないですよ、はい、しかもかなりねお互いスマッシュ打ってのラリーだったんで、うんうん、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。はい、さすがというところ。そうですね、まあ、ただ予選から決勝ねこのジャージに着替えて気合が十分というところになっていますが、十分ですよ。素晴らしい2連勝になりました、うん。ここただ最後のバレーボールね。そうですね、カービーズ親子がねここで一矢報いてくれるかと。そうですよ、すね、僕は本当チームワークね、本当に普通のね、はい、バレーボールのように、うんうん、お互いのね意思疎通大事なので、そこをしっかり見せられるかということです。そうですね、特に結構アタックするタイミングとか、あとブロックのジャンプのタイミングとかが結構ね難しいんですよ。早すぎても遅すぎてもみたいな感じ。そうなんですよね、結構ね遅れてしまうパターンが割と先にしてジャンプしておかなければいけないんですけど、はい、ちゃんと相手の、ね、アタックのラインに寄せてブロックしなきゃいけないの で、 あ、そうなんです、ね、非常に奥が深いバレーボールになってま す、 です、ね、親子のコンビネーションがここで見られるんじゃないでしょうか。はい、私はいつもちなみに家で一人なんで一人でやってます。え、あ、そういうことですか。あとコンピューターが相方になって、 あとネットで誰かが、はい、トス上げてもらってます。タックにはなれないってことですね。哀れまないでください。一人でも楽しめますからね。はい、そうですよね、はい、でもなんか僕もバドミントンよりバレーがすごい好きで、あ、いや本当連携が面白いんですよね。そうなんですね、はい、1対1じゃなくてこうやって息を合わせ合って。そうなんですよ、これこそね親子タッグチャレンジのね醍醐味じゃないですか、ね、いや醍醐味ですよ、2対2で対戦できるっていうね、はい、まあ、しかも本当にどれも簡単なんで、うん、初めてやった人でも本気でこう真剣勝負ができるのがやっぱ任天堂スイッチスポーツのいいところだと思うんで。しかもこうやって対面してできるってすごくないですか。いやこれはいいですよね。本当にバレーボールしてる感じになりますよね。確かに対面でできるのいいですね。予選ステージ今皆さんね見えないと思うんですけど、ステージも一応テープでコートみたいにこう大きさは貼ってあって、うんうん、で後ろの予選ステージはもうちゃんと下にコートが描かれてるんでね、すごいね本格的に楽しむことができるようになってます。予選を勝ち上がった2チームになっております。はい、ミラクルミックチームとカービーズ最3種目目のバレーボールがこの後始まります。はい、いや本当にね最初 の、 言ってましたけど、リク君がチャンバラがね、うん、3連勝で勝ってすごい貢献してたんで。そうですよね、はい、あでもお父さんもですねバドミントンやっぱさっきお上手でしたけど3連勝ですね、うん、おーやっぱりね32組の中で勝ち残ってまで上がってきてますからね。いやそうですね、だから結局2-0、3回やって勝ってますからね、うん、さあそれでは最終戦バレーボール準備が整ったということです。見ていきましょう。さあ3種目目はバレーボールになります。さあ一矢報いることができるかカービズ、それともミラクルミック、完全勝利となるんでしょうか。さあサーバーイトッペから、さあナイス重ねていきます。クイックできました、トスを上げる、ここもクイッ ク、 クイック、さあナイス3つ重なって強力でした。これが入ってます、素晴らしい。レシーブ、トス、そしてアタックとナイスタイミングね、いいのが重なるとどんどんといいショットが最後に打てるようになります。これはクイック早かった、素晴らしい。ただブロックされています。お、いやさすがタイミングぶれません。ここもクイック、うわ取ってますね。あっとここはちょっとタイミング合いませんでした。一本返しましたカービズ、これで1対1でタイです。このレベルになるとナイスが続きますね。いやナイスはもう外さないですね。ちょっとね環境も違うんですけど、タイミングもすでに合わせてもらっています。うわ、お
さあ、このキックできました。いや、かなり早いタイミングで攻め込んでいく。ここは時間を使いましたが、ナイスブロック。いやー、よくレシーブ間に合いました。いやー、入っています、逆転。さあ、カービズ返しました。長いこれもラリーになったんですが、サイドスが上がってクイック、よくレシーブ、トスゆっくり上げて追いついて、後ろからバックアタックのように来ました。これは速いぞ。いやー、ここは速かった。2対2、ミラクルミックが追いつきました。ちなみにステージ右側がミラクルミックの2人、そして左側がカービズの2人です。あっと、これはタイミング合わない。3対2、これも5点選手5ポイント選手になっています。一発勝負。さあ、しっかりこれはレシーブポイントで待っていた。クイック、ナイスが重なる。ブロックはできない。いやー、ここは強烈、スペース狙ってきました。素晴らしいアタック、これで追いついて3対3。さあ、ナイスからクイック、ブロックしている。レシーブ、勢いを止めている。奥を狙います。いや、これは厳しいボール、よく届きました。これはリクのファインプレー、ブロックしている。さあ、これはタイミングずらすような一発でした。チャンスボール、素晴らしい、これを決め切りました。4対3。いや、久野さん、シーソーゲーム素晴らしいですね。本当ですね、止まりません。いや、白熱してますね。はい、さあ、レシーブ届いている、素晴らしい。後ろから来てアタックブロック、これは強烈なブロックでした。さあ、どちらも譲らず4対4、デュースになります。2点差つけばその時点で勝ちです。5ポイント選手なんですが、デュース。いや、ここを決めました。さあ、これでミラクルミックがリード、5対4です。さあ、サーブからレシーブ、ナイスが取れる。これは速かった、クイック、ブロックしておきたい。ナイスブロック。さあ、ここもブロックしている。ここはうまく崩すように後ろに打っていきます。さあ、クイック、このブロック、これが速かった。デュースも制しました、6対4。ミラクルミック、素晴らしい戦い、競技3連勝での決勝進出となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ただ素晴らしい戦い、カービスも見せてくれましたね。そうですね、白熱してました。はい、お互いね、素晴らしい戦いを見せていただきました。さあ、それでは健闘を見せてくれたカービスにも拍手をお送りください。さあ、それでは決勝を決めましたミラクルミックのミラクルミック親子に試合の感想を聞いていきたいと思います。まずは坊ちゃん選手、いかがですか、決勝進出決めました。いや、相手結構強くてびっくりしたんですけど、まあ、子供がさっき勝ったんで勝ててよかったです。かなりバドミントン白熱してましたね。バドミントンは結構自信あるんですけど、はい、いい勝負でしたね、はい、でも、あの、娘さんの氷川選手、チャンバラ強かったですね。いや、チャンバラ強いんですよ、めちゃくちゃ強いんです。ヒカ選手、いかがですか、決勝進出決めました。チャンバラ2回勝ててよかった。チャンバラものすごく強かったですね、ヒカちゃん。いっぱい練習してるんですか。うん、A ランク行った。お父さんのバドミントンの活躍はいかがでしたか。すごかった。 ありがとうございます。タックの、ね、バレーボールもしっかり勝ち切っていただいて、3連勝と、ね、見事な戦いでした。じゃあ、お父さん、最後に決勝戦に向けて意気込みもらっていいですか。決勝勝ちます。
ありがとうございます。ありがとうございます。決勝も頑張ってください。ありがとうございました。見事のね完全勝利というミラクルミック3連勝で準決勝を勝利しております。はい、いや本当素晴らしい戦いでしたね。そうですね。はい、さあそれでは次の試合に参りたいと思います。さあ決勝一つはミラクルミックペアが進んでおります。さあそれでは次の試合に参りましょう。準決勝第2試合です。選手入場、吉方ペア。ゆり選手と楓選手の親子タッグです。よろしくお願いいたします。さあということでまずお母さんゆりさん、決勝のステージ立ちましたけど今の気持ちどうですか？チーム名をちゃんと考えとけばよかったなと思いました予選はどうでしたか？いやもう娘に助けられてここまで来たようなものなんで足を引っ張らないように頑張ります。ありがとうございます。さあ楓ちゃん、予選はどうでしたか？ママとカエちゃんとバレーボールしてて勝った。楽しかった。楽しかったですか？ママの活躍はどうでしたか？予選は お母さん頑張ってましたか？ありがとうございます。じゃあお母さん、勝てば決勝戦ということなんで準決勝に向けて意気込み一言いただいていいですか？はい、もうここまで来たからにはとにかく頑張りたいと思います。ありがとうございま す, います吉方ペアよろしくお願いします。それでは対戦席にお願いいたします。さあそれでは対戦相手の入場です。選手入場。おにぎりずペア、あんみつ選手とおにぎり選手の親子タッグです。よろしくお願いいたします。さあということでまずお父さん、あんみつ選手ですかね、どうですか決勝戦、これ、準決勝これから始まりますが頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。そして、おにぎり選手どうでしたか予選は？予選いっぱい勝てました。いっぱい勝てました。お父さんの活躍はどうでしたか予選では？あすごい、めっちゃ頑張ってました。頑張ってました。ありがとうございます。じゃあお父さん、準決勝に向けて最後に意気込み一言いいですか？いつも通り頑張ればと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは対戦席にお願いします。私たちも実況席に参りましょう。さあということで吉方ペア、そしておにぎりずペアという2人になります。さあどんな戦いをね見せてくれるんでしょうか。やっぱ女の子のね選手の勝ち上がりが目立ってますね。そうですね、先ほどはお父さん、2チームともお父さんだったんですけれども今回お母さんが、確かにそうですね、吉方チームは、ゆり選手がね、はい、お母さんということで、うんうん、来ていただきました。もうチーム名考えておけばよかったみたいなおっしゃってたんですけど、それでも勝ち上がる実力ってことですから ねそうですよね。さあということでまずは子供同士のチャンバラからスタートしていきます。それでは1試合目はチャンバラ対決です。楓選手、おにぎり選手の対決です。さあということでどんな戦い見せてくれるんでしょうか。ちなみに、おにぎり図のおにぎり選手が、右利きで刀を使います。そしてね、チャンバラ3種類使える刀があるんですが、吉方の楓選手が左利きチャージ刀を使います。まあ、ブロックするとねエネルギーをチャージすることができて、それで強力な一発を打つことができます。ちょっとね設定ね再度やり直すということでお時間いただきます。はい、いやでもやっぱチャンバラもね最初から
お子さんでスタートするっていうのはいいですよね。はい、これ対戦成績見てみると、はい、吉方ペア、チャンバラ全部勝ってますね。勝ってますね。おにぎりズも、全部勝ってますね。やっぱりそういうね、選ばれし精鋭たちがこの決勝のステージに立つということですね。そうですね、ちなみにおにぎりズチームは全部ね全勝で 2-0-2-0-2-0 でバドミントンまでに決めて勝ち上がってきているというそんな勝利になります。対して吉方ペアなんですけれども、追い込まれて1対1から最後バレーボールで勝ってきたというねそんな戦績が残されています。親子タッグで勝ったということですね。そうなんですよ。バレーもデュース2試合といういい試合して、おー、デュース勝負強いですね。素晴らしいですね。そのデュース2試合で勝ち上がってきているというそんな、吉方ペアになっております。どんな戦い見せてくれるんでしょうか。いやでもお子さん同士もそうですけど、さっきのバドミントンもそうでしたけどね、はい、親御さん同士の戦いが想像以上に盛り上がるという熱かったです ね、お上手でしたねバドミントンね。あんなにラリー続くと思いませんでした、はい、本当になんかやっぱりここにねかけてきてる感じも伝わってきましたしね。いや練習してますね本当に、まあ、予選勝ち上がってきてるってね、うん、強豪ペアばかりでもあります。ちょっとね、今設定し直してこれから最初のチャンバラからスタートするというところになります、はい、しっかりとジョイコンが落ちないように手首にしっかりと。さあ準備整ったようです。見ていきましょう。さあ1試合目の種目は子ども同士のチャンバラです。楓選手、おにぎり選手の試合です。先にどちらが1勝を取っていくんでしょうか。大事なスタートになります。さあそれでは参りましょう。楓選手対おにぎり選手の一戦、日本選手です。ラウンド1からレディーファイト。さあ返しが強烈、ただしっかりブロックしている。返しがさらにリードを広げる。いやただここはブロックから返されます。いやいい互角の勝負をしていく、一気にしていく。さあ吉方ペアそのまま押せるか。いや返しているおにぎり、いや最後は一発、素晴らしい名勝負。まずは楓選手が勝ち切りました。よく押し切りました最後。いやただこれはまたレベルが高いぞ。さあ2本目、さあおにぎりは後がなくなった。先に行く、ただブロックしている。今度はブロックしっかりですね。ちょっと危ないのは楓、おにぎりが教える。いやよく踏ん張りましたリング際。まだ持っていく、チャンスが溜まっている。いやただ押されている。いいところでブロックし返すんですが、これはうまく押し切りました。1対1、名勝負です。素晴らしい戦いだ。今度はおにぎり返しました。さあこれに勝った方がチャンバラ勝利になります。非常にレベルが高い。さあ連打から返されて、ほぼど真ん中から動きませんこの2人。いやこの際危ないぞ、耐えられるか。よく耐えました、おにぎり。ただ追い込まれた、すごい。さあ際から楓が押し切りました。追いつかれたところからよく取り返しました。ただ両選手素晴らしいレベルの高さでした。まずは吉方ペア1本取りました。1対0、楓ちゃん素晴らしい刀さばきでした。ただ対するおにぎり選手も素晴らしい読み合い。そうですね、本当なんか素晴らしい戦いでしたね。めちゃくちゃレベル高かったですね、はい、本当にどっちも一歩も引かないというか、はい、いや際で結構刀振るのって難しいですよ。もうそれで押されて落ちる可能性があるんで、はいはい、勝負どころで絶対剣振って前出てるんで、うん、取り返してるんですね、ちゃんと際どいところから。なかなかあのリング際での攻防が本当ですね。あ、もうこのままって言ったところでちゃんとガードしてまた攻めていくっていう。そうなんですよ。やっぱね、あそこ行くとガードばっかりしたくなりがちなんですけど、はいはい、ガードしてからしっかり返したりとか、うん、で相手が攻めてくるときにちゃんと切り返してたりとかするんで、いや際での勝負素晴らしかったですね。勝負感がね、2人ともね、うん、楓選手そしておにぎり選手、素晴らしい一戦でした。さあここからは
吉方ペアが1対0とリードしてのバドミントンになります。さあ、ともに親御さんが出てきてという勝負になります。画面右がおにぎりずのあんみつ選手、そして画面左吉方ペアのゆり選手、この2人になります。いや、後ろからね、お子さんの応援を受けながら親同士の戦いということになります。いや、緊張しますよね、これはね。なんかその人の前で、私も経験ありますけど、はい、ステージとかでみんなに見られながら、配信もそうですけど、はい、ゲームするって本当想像以上に緊張するんですよ。久野さんもね、大会出たりとか配信やったりしてますけど、そうですよね、いつもと違う感覚になりますよね。なんか全然違いますよね、やっぱりね、はい、いつも通りの動きはできないんですけれども、はい、先ほどのチャンバラ見てると、なんかお子さんは関係ないかもしれませんね。いや、お子さんは関係ないですねむしろいいところを見せてやろうっていうね、はい、強気な気持ちがね、素晴らしい勝負になって現れました。はい、さあ、それでは準備ができたようです。はい、2試合目は親同士でバドミントン対決です。さあ、あんみつ選手対ゆり選手の対決になります。吉方ペアは楓ちゃん勝ってますんで、ここで勝てば2連勝で決勝進出が決まります。対しておにぎりずあんみつ選手はここで追いつくことができるか、2本目です。さあ、参りましょう。5ポイント選手になります。さあ、まずゆり選手からのサーブです。さあ、右に振ってきます。左左右にうまく打っている、追いついています。ちょっとチャンスになる、いや、よく追いついた。ここは冷静に返してきます。お、さあ、今度は距離の近いラリー、スマッシュ。さあ、ラリーが止まらない、近い距離か、滑り込んだ、これはチャンスになりました。まずはなんとか追いつきたいおにぎりず、あんみつ選手が1本取りました。ですね、うまく拾ったんですけどね、左右に振られました。1対0とリードはおにぎりずです。いや、久野さん、このラリーの応酬ですよ。本当ですね。いや、これはチャンスだった、逃しませんでした。さあ、これであんみつ2連取で2対0。さらにサーブ権渡ります。チャンス、いいスマッシュ、おっと、これはしっかりと奥狙いすましました。さあ、これでゆり選手取り返して2対1。さあ、ここから動くか、早いラリー、チャンス、いいスマッシュ決まりました、3対1。早いラリーからの勝負どころという、そんな流れが、そうですね、決めるところで決めてくるって感じがします ね、 ね。さあ、左打ったらうまいぞ、チャンスになる、あった、これはちょっと届かなかった、うまく打ってきました、あんみつ選手。さあ、これで4対1、5ポイント目取ればおにぎりずの勝利、これで1対1のタイになります。ただバレーボールまでは持ち込ませたくない、ここから逆転になるか、ゆり選手振っていく、よく反応している、奥を狙う、うまいぞ、これは空いてるスペースに打ち込みました、いいところに落としていきました、ロブショット気味、素晴らしいショットでした。さあ、4対2。揺さぶられる、よく反応している、あっと、ここはうまく手前に落としました、おにぎりずあんみつ選手、後がない中
取り返しました。これで1対1の対勝負は3本目バレーボールにもつれ込みます。3試合目は親子タッグでバレーボール対決となります。それでは準備をお願いいたします。よく取り返しましたお父さん。さあそしてこれで最後の1本バレーボール親子タッグで勝った方が決勝戦進出です。いや久野さんレベルがやっぱ高いですね決勝大会。本当ですね、決勝ステージ。なんか本当にちょっとのミスですぐなんか流れが変わっちゃう感じしますね。いやそうなんですよね。でもユーリさんもやっぱ上手かったですね、うんうん、あの相手の空いてるスペースつくところが、はい、前後ね、空いてるところに落としていくスマッシュだけじゃないということですね、はい。まあ、ただドロップショットもうまく使っていたというところが功を奏したか、おにぎりずが勝利をして、さあここからバレーボールです。この後の決勝ステージに進むチームがこのバレーボールで決まるということになります。はい、まあ、注目はね先ほども紹介しましたけど吉方チームがバレーボールね3本中2本デュースで勝ってきてるっていうね。そうですよね、まあ、当然残り1本もね5対1で完勝しているんですがその粘り強さがねどう出るか。対してのおにぎりズもバレーボール、まあ、まで行かずともね勝っている試合が全てだったんですが、そうですね、5対0と優勝はしてますね。そうですね、バレーボールでいうと2勝1敗という成績だった予選の戦績になっています。いやただ5ポイント圏内では終わらなそうな。そうですね、どんな戦いが繰り広げられるのか。デュースまでもつれ込みそうなそんな気がしますね。どんなチームプレーが見られるかですね。そうですね、そのあたり注目してみていただければと思います。さあ準備が整ったようです。3試合目は親子ペア同士でバレーボール対決です。さあということで決着3種目目バレーボールの結果に委ねられます。さあお互いどんな戦いを見せるんでしょうか。決勝戦ではすでにミラクルミックペアが進出を決めています。さあ参りましょう。ユリ・カエレペア、アンミツ・おにぎりペアバレーボール5ポイント選手です。さあまずは吉方ペアのサーブからレシーブうまく回り込んでいます。トスからブロード広がっての素晴らしいスパイクよく間に合いました。さあこれはタイミングずらされる、よく真似ています。アタックブロックが強烈でした。まずはおにぎりズが1本先制。ただ吉方もブロード攻撃使ってきました。幅を広く使って揺さぶっていきます。対空時間の長いアタックブロック、ナイスブロック、ナイス重なる、滑り込んで素晴らしいレシーブ後ろから、さあこれをしっかり取って2対0とリードはおにぎりズです。早いぞ、いやこのブロックが強烈です。しっかり前をカバーしていました。さあこれで3対0おにぎりズのリードが広がります。ここで踏ん張れるか、ナイスから、いやクイックできた、よくレシーブした、まだ止まっている、まずは返します。いやここは端の端狙ってきましたおにぎりズ、素晴らしいアタック。いやもうオンラインもオンライン、そうですね、ラインギリギリ一番のクロスコーナー、ね、さあマッチポイント取れば決勝進出のおにぎりズ。吉方ペア耐えたい、ナイスが重なった、これはさすがにブロックアウト、素晴らしい
後がない中での完璧な連携でした。チームは完璧にナイス3つ重なりました。さあパスからこれクイック押さえています。3つ目のナイス素晴らしい。これもブロックしている。勢い乗ってきたか吉方ペア押さえている。いや前で素晴らしい活躍は楓ちゃん。さあ後ろから来る。いやーこれも止めている。届くか。いやーよく落ちた。よく守ったがここはタイミング合わず。しかし素晴らしい粘り。おにぎりずが5対1バレーボールを制して決勝進出を決めました。おめでとうございます。おめでとうございます。しかし最後後がない中から素晴らしい粘りでした。吉方ペア、ゆり選手、かえで選手にも大きな拍手をお送りください。いや 5-0 からの粘り素晴らしかった吉方ペアでした、はい、さあ決勝進出はおにぎりずの2人になりました。はい、おにぎりず親子に試合の感想をお聞きしましょう。まずはお父さんアーミス選手いかがでしたか決勝。あのバドミントン、なんとかポイントを取れてよかったです。あのバレーボールもね、コンビネーションをつけれたんでよかったと思いました。ありがとうございます。そしておにぎり選手決勝進出決めました。いかがですか。お父さんの毎日の朝練の効果が出ていてよかったと思います。朝練え、お父さん朝練してたんですか。そうですね、8月に申し込んでから、はい、一生懸命練習しました。いやー成果出てましたねバドミントンね。ただおにぎり選手もすごい最初のチャンバラ粘って粘っての名勝負になりましたね。お互い粘ったんですけどちょっと負けちゃって悔しかったです。でもねお父さんが決勝戦の、ね、可能性もバレーボールも勝ってつないでくれましたんで、はい、戦えますね。はい、ということでお父さん朝練の成果もあったということで決勝戦に向けて最後に一言お願いします。一生懸命頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。決勝も頑張ってください。おにぎりずの2人決勝進出を決めています。さあ黒田さんどうでしたか準決勝2試合ご覧になって。いや本当にレベルが高いですね。決勝がどうなってしまうのかと。いや本当にどの種目もめちゃめちゃレベル高かったですね、はい、うん、チャンバラあんな読み合いで緊迫した時間になるんだと。いやそうなんですよね。あのチャンバラの子供同士の読み合いは、うん、結構あそこ多分親御さん入ったら、はい、多分一瞬でやられますよめっちゃなんか本当、ね、深いことやってたんで、はい、反応ついていけない気がしますね。ついていけないですね、うん、本当になんか一番攻めたくないところでちゃんと攻められてるんで、あれは守り入りたいところでやっぱ攻めてるってのはすごかったですね。そうですよね、さすがだなという感じでした。でもおにぎりずのあんみつ選手は朝練してたと。いやそうですね、やっぱね娘さんのためにって思いはあるんでしょうね。ありますね。吉方ペアもあれ最後本当4-0になってからすごい粘ってたんですけど、はい、あの移動ってコントローラーのスティックでしなきゃいけなくて、人の移動、そうなんですよ、移動でしてるんで、あれ結構プレッシャーあるとなんか通り過ぎちゃったりとか、はい、距離感のこう見誤ることがあるんですけど、最後のレシーブなんか素晴らしかったですよ。そうですよね、はい、あとブロード攻撃ってねちょっとこう後ろ回り込んで、うんうん、あのコートすごく広く使ってアタックするような攻撃も見せてましたし、ましたね、練習してるんだなっていうね感じになりましたね。ブロード攻撃も見られましたしね。いや皆さん本当お上手でしたね、うん、バドミントンの、ね、ドロップショットもいっぱい使ってましたし、うん、決勝戦は相当ちょっと白熱するんじゃないかなっていう、そうですね、感じがしますね、ミラクルミックペアとおにぎりず、はい、この親子が戦うということになります。で先ほどねミラクルミックペアなんですけど、あの名前で、ね、ちょっといただいた情報間違ってまして、お子さんの方がぼっちゃん、ぼっちゃんで親御さんの方が氷川さんということですかね。はい、はい、そちらでお名前を訂正いただいております、はい、失礼いたしました。はい、さあそれでは準決勝2試合終わりました。勝ち抜いたのは2組の親子タッグに絞られました。優勝はどちらの親子タッグになるんでしょうか。任天堂スイッチスポーツ親子タッグチャレンジ決勝です。それでは選手入場、まずは
ミラクルミックペア。氷川選手、ボッチャン選手の親子タッグです。対するはおにぎりずペア。あんみつ選手、おにぎり選手の親子タッグです。それでは前向いてポーズをお願いします。ありがとうございます。それでは対戦台にお願いします。それでは試合の準備を今から行ってまいります。いや、ちょっと読めないですね、うん、この戦いはどうなるのか。そうですね、お互いね、あの試合見てますからね、ちょそういう戦術も入ってくるかもしれないですね。そうなんですよね。まあ、準決勝でいうと結局完勝3連勝でしたミラクルミックペア、氷川選手、そして坊ちゃん選手。対するおにぎりずは1本落としたんですが、その後2本連取して逆転勝ちになりました。でお互い最初の一戦チャンバラは素晴らしい戦い見せていた坊ちゃん選手、そしておにぎり選手、これがどんな戦い見せるかです。さあ、それでは準備整ったようです。はい、1試合目の種目は子ども同士でチャンバラです。坊ちゃん選手、おにぎり選手の試合です。いや、これは見応えあります。デイワンの王者が決まるという一戦です。準決勝を見るとかなりねテンポ早かった2人。さあ行きましょう。さあ決勝のラウンド1。おっと、ここは電光石火2連手からただブロック返している。いや、踏ん張ったが押していく。さあチャージが溜まっている。そのまま決め切りました、ミラクルミック。まずは坊ちゃん1対0とリード。序盤はおにぎりがかなり押してのスタートだったんですが、踏ん張ってから一気に逆転。さあ、これで画面手前ミラクルミック王手をかける。慎重の読み合い、お互いのガード手を出せない、ブロックさせる。さあ、土俵際ここはそのまま押し込まれました。電光石火、読み合いも当たって素晴らしい攻めでした。ミラクルミック、坊ちゃん選手2連勝で1本取りました。チャンバラ勝利しました。素晴らしい戦いでした。いやー、途中の読み合いすごかったですね。あのガードのこの揺らし合い、はい、いやー本当に緊迫してますね。緊迫しましたね。あそこをただガードで勝ったというね、はい、坊ちゃんの一本がありました。うんうんうん、ただ先ほどはね、ここからねおにぎりず逆転して、そうですね、この決勝進出してますんで、まだまだここからです。さあ、決勝はこれからバドミントンへと移っていきます。親同士のバドミントン対決ということになります。さあ、もう後がない中、朝練の成果出せるかというあんみつ選手。対するはジャージに着替えて気合十分氷川選手、決め切ることができるか。勝てば優勝が決まります。さあ、それでは準備整ったようです。さあ、2試合目は親同士でバドミントン対決です。さあ、ということで王手を優勝にかけましたミラクルミックチーム。対するはおにぎりずペア、ここで1本返して3本目バレーボールにつなげたい
そんな流れになっています。さあ参りましょう。5ポイント選手、かなり素振りの乾いた音が響いています。はい、気合十分です。さあサーバーは画面手前、ミラクルミックの氷川選手です。返すのはアンミツ選手、揺さぶります。いきなり長いラリーになります。左右に揺さぶっている、追いついている、チャンスボール。いや、お互いスペースを作るような動き、かなり左右に振ってますね。長いラリーになっています。一歩も引かない。さあこれタイミング変えてきた。さあ超ロングラリーになる、近い近い。いや、どんなショットにも対応している2人。お互い、おっとここは見つかった。まずはアンミツ選手、優勝に向けて1本なんとか返していった形。おにぎりずはこのバドミントン絶対に勝たなければいけません。ただ久野さん、見応えある長いラリーになってます ね。この1点取るまでにどのくらいラリーが続くのかと。はい、あーとこれもちょっと反応が難しいか。さあ2対0、アンミツ選手が2本取りました。しっかり相手の角度の厳しいショットに対しては滞空時間長い返しをして時間を作ります。さあチャンスだった、これは少し強烈、よく返した。さあ前後のサバリ、いやここは当たっているか。ようやく取り返しました。ちょっと落ち着いた表情を見せましたミラクルミック氷川選手です。あっとこれはイン決まっている。さあアンミツ選手、あと2本で決勝優勝の可能性を残して3本目バレーボールにつなぐことができます。チャンス、これは早かった。さあこれで王手、1対0と全体のリードはミラクルミック。マッチポイント1本返せるか。タイミング、いやここはうまく返っていきました。長いラリーと見せかけてドロップ気味手前に落としていきました。さあスマッシュに返している、リズムが変わった正面の打ち合いです。いやーこれも手前に落としました。後がないところから2ポイント取って4対3。さあ後ろではチームメイトのお子さんが大きなリアクション。最後はスマッシュ、強烈でした。後がない中これで1本返した。バドミントン取り返しておにぎりず1対1で3本目。勝負はまさに親子タッグのバレーボールへともつれ込みます。おにぎりず2戦目見事な勝利でした。いやこの後はこの親子タッグでのバレーボール対決ということになります。この後準備をしていただきます。いや本当に、いや手に汗握りますね、はい、いや緩急の使い分けとかもう細かいですね。
技がうまかったですね。あのオニギリズのあんみつ選手なんですけど、結構こう厳しい角度でポンって打たれた時に、はい、必ずアンダーハンドで高めの球上げてたんですよ、うんうん、でそうすると滞空時間長いんで、うん、ちゃんと真ん中戻れるんですよね。なるほど。その後必ず厳しい揺さぶりの時に下で打ち返して時間作って戻るっていうのを徹底してたんで。なるほど、はい、自分の体勢を整える時間をってことですね。そうですそうです。やっぱり距離が短いんで、うん、あれ結構焦ってパッて返してしまうと相手がまたすぐ打ち返されて真ん中に戻る時間がないんですよね。あれはもう必ず徹底して時間作ってたんで、お上手でしたね。すごいですね。はい、まあ、対するね、あの氷川選手もあのドロップを、ね、すごくうまく使って手前の相手のスペースを落としてましたけど、はい、いや久野さん決勝戦1対1からの最後の親子タッグのバレーボール、いや痺れますね。痺れますね。ちょっともう楽しみでしかないですね。楽しみでしかないですね。こんなトップレベルのこの親子タッグ、どんな連携見せてくれるんですか ね。当然バレーボールは準決勝ともに勝ってきているという両チームになっています。いや白熱も白熱ですね、はい、これで勝ったチームが優勝ということになります。はい、まあ、ミラクルミックも当然バレーボールは不戦勝を含みますが3連勝になっております。さあそれでは決勝戦、運命のバレーボール3戦目の準備が整ったようです。見ていきましょう。3戦目は親子ペア同士でバレーボール対決です。さあお互い声を掛け合うような場面が見られました。画面右おにぎりずあんみつ選手、おにぎり選手の2人、画面左ミラクルミックペア氷川選手、ぼっちゃん選手の2人です。お互いに1本ずつ取って最後の3本目。さあこのバレーボール勝った方が優勝です。サーバーミラクルミックから、これクイック早かったレシーブ、ちょっとタイミング早いぞ、クイック、さあお互い緩やかなスタート乗っている、ブロックしている、ナイスが重なる、これは取れない、ブロックアウトになりました。さあこれで1対0、リードはミラクルミック、ナイスが重なった、さあナイス2つ、クイック早いぞ、ナイスブロック、いやこれはナイスブロックになります。クイック空いてるところに打ってきます。あっとちょっと連携合わなかった、2対0ミラクルミックが大きなリード、5ポイント先取です。いやここも入っている、3ポイント連取、ミラクルミック勢いが止まりません。さあこれはナイス3つ重なる、ブロックしたんです、よく止めた、ブロックしている、いやブロックが止まりません、4連続、さあミラクルミックこれで優勝のマッチポイント、いやここはしっかり取り返しました、手を叩きますおにぎり選手。さああとがライラから1本返しました。以前ミラクルミックのマッチポイントはただサーバーが移り回ります。さあクイック、これはしっかり落ち着いてレシーブ、いい攻撃、よく追いつきました、これはブロックしている、よく返しました、4対2、追い込まれてからの2ポイント、
さあここは先回りしています。さあ一旦返している、止めている、クイック、よく止めた、間に合うか、返している、いやこのブロックスペースが空いていました。ミラクルミックの連携力、バレーボールでも変わらず、任天堂スイッチスポーツ親子タッグチャレンジ優勝はミラクルミックペアとなりました。おめでとうございます。そしておにぎりずペアも準優勝という素晴らしい結果でした。両ペアに大きな拍手をお願いいたします。お願いいたします。いや素晴らしい戦いとなりました。それではここで表彰式に移っていきたいと思います。はい、本当にねレベルの高い戦いになりました。いや素晴らしい戦いを見せてくださいましたミラクルミックの親子お二人の表彰式をこの後行っていきたいと思います。はい、さあそれでは平岩さんよろしくお願いいたします。賞状、任天堂スイッチスポーツ親子タッグチャレンジ Day1 優勝ミラクルミックペア、ボッチャン殿、ヒカー殿、貴殿らは任天堂スイッチスポーツ親子タッグチャレンジ Day1 において親子の強い絆により優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。令和4年10月8日任天堂スイッチスポーツ大会運営事務局、おめでとうございます。おめでとうございます。さあそして優勝トロフィーの授与です。おめでとうございます。おめでとうございます。それではお二人でですね正面のカメラに向かってトロフィーを掲げてポーズをお願いいたします。32組の中から見事優勝を輝きましたミラクルミック親子のお二人、この後ですね明日の良い子のスポーツで挑戦者求む生活ステージで良い子のお二人とも対決していただくということになります。それではまず優勝した今のお気持ちを聞いていきたいと思います。氷川さんいかがですか。バドミントン負けてちょっとどうし焦ったけどなんとかいけました。ありがとうございます。いや本当にボッチャン選手のチャンバラすごかったですね。チャンバラ2回連続勝てたので嬉しかったです。チャンバラはだって今日予選からもうほとんど負けなかったんじゃないですか。うん、全部勝った。全部勝った、かっこいいですね。いやお父さんだいぶ娘さんのチャンバラには助けられたんじゃないですか。そうなんです、僕2回負けましたからでもちゃんとね助けてくれて、で最後バレーボールいい連携もありましたけど、はい、どうですか練習もたくさんされてきたんですか。そうですね、はい、まあ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 です。まあまあ、はい、まあまあやってきました。はい、明日はよいこさんと一緒に戦うことになりますけどどうですか。いや明日ちょっとやりたい言うてたんですごい良かったと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ明日に向けてもね最後意気込みもらいましょうかね。頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。この後このステージでは15時15分よりロバート山本さんと振り返るポケモンヒストリーをお届けいたします。楽しみにしていてください。ステージが始まるまでの間はクイズもございますのでそちらもぜひお楽しみください。はい、ということで任天堂スイッチスポーツ親子タッグチャレンジ優勝はミラクルミックペアでした。改めましておめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは引き続き任天堂ライブをお楽しみください。さようなら。さようなら。